Minato-kun. Jinba, Minato-kun. Okite kudasai. Kimi no otousan, Eiji-san kara denwa ga haitte imasu yo. もしもし、父さん。ミナトか。こんな夜更けに電話するだなんて、下宿の大家さんに迷惑じゃないか。すまないな。しかし、急を要することだ。はぁ、一体何事なんだよ。キヌさんが、お前のおばあさんが倒れたと、診療所から連絡があった。私も仕事で知らせを受けるのが遅れてしまったんだ。詳しい容体はわからない。明日の朝一、お前と私でその診療所へ。何言ってるんだよ。母さんの、実の娘の葬式にすら顔出さなかった人の見舞いに行くのか。俺の知ったことじゃない。ミナト、お前がキヌさんをよく思っていないことは承知だ。ユイの葬式の一件もあって、私も10年以上疎遠にしていた。だが、キヌさんにはもう、親族はお前と私だけだ。ましてや、血のつながっているのはお前一人。明日、Ichinose診療所で落ち合おう。はぁ、わかったよ、父さん。深山絹さんのご家族ですね。はい。昨日、庭先で倒れている姿を配達員に発見され、当院へ運び込まれました。絹さんの容体についてですが、意識がなく、あまり芳しくありません。僻地ということもあり、当院では満足な検査もできませんし、現状は証拠を保っていますので、大病院への転院をお勧めしますが。そうですか。わかりました。ミナト、お前は一足先にキヌさんの家に行って休んでいなさい。鍵を渡しておこう。キヌさんが持っていたものだ。私はキヌさんの転院を済ませてから、車でお前を迎えに行くとしよう。ここまで来れば、キヌさんの家はもうすぐだ。
ダム？ダムができるのか。通りで人気がないわけだ。キヌさんの家はこっちじゃない。宮間家ってことは、この墓は母さんの実家の墓か。佐一じいちゃんもこの下。父さんと母さんに連れられて、じいちゃんの弔問に来て以来だな。この家に来たのはその時一度きりだが、あまり変わっていない気がする。あれから10年以上経つのか。父さんから鍵を預かってきたはず。
いろいろあってもうクタクタだ。昨日からろくに寝ていないし、父さんが迎えに来るまでどこかで休もう。解雇棚か。父さんから聞いた話では、深山家は生業にしていた三種業を随分前に辞めてしまったらしい。その名残か、絹さんはここで蚕を飼っていて、子供の俺に蚕の話をした。絹さんと話したのはあれきりで、すごく嫌な話だった。喉が渇いた。どうしてこうも喉が渇くんだろう。この井戸に落ちて、じいちゃんは死んだ。不注意で落ちた事故だったらしい。ここでならゆっくり休めそうだ。薄気味悪い札だな。そういえば
昔この家に来た時、これと同じ札を母さんが見て、気分が悪くなると嫌がっていた。それこそ異常なくらいに、なんだろう、この札を見ていると。じいちゃん、ちゃんと俺に返事を書いてくれていたんだ。この返事を出す前に、じいちゃんは。確か昔来た時もこの部屋には入れてもらえなかった。佐一じいちゃんは井戸に落ちて死んだ。物知りで優しい、いいじいちゃんだった。キヌさんはじいちゃんが俺たち家族と親しいことを知っていたのに、亡くなったことを娘の母さんにさえ知らせなかった。じいちゃんが死んだと知ってから、母さんはひどく塞ぎ込むようになって、それで、母さんも。あんな非情な人が俺の祖母だなんて。
懐かしい。習いたてのひらがなで書いたんだっけ。この人、母さんによく似てる。母さんからじいちゃんに宛てた手紙だ。私の性分。本日の気象情報をお伝えします。こんばんは。今夜は西寄りの風が強まり、気温の方は例年より低め。お外では肌寒さを感じることでしょう。では天気図をご覧いただきましょう。日本の気圧配置は西高東低の冬型です。この世の謎と不思議を愛し続ける月刊オカルト11月号発売中。これは私が小学生だった時の話です。あなたの知らない怖い話、メリーさんの電話。私の小学校には花子ちゃんという可愛くて人気者の女の子がいました。花子ちゃんは誕生日に新しいお人形を両親に買ってもらったそうです。新しいお人形を買ってもらった花子ちゃんは、今まで大切にしてきたメリーというお人形がいらなくなり、ゴミ捨て場に捨ててしまいました。その日の夕方、花子ちゃんに電話がかかってきて、花子ちゃんが電話に出ると、怖くなった花子ちゃんは電話を切りましたが、すぐにまた電話が鳴り、恐る恐る電話に出ると、私メリーさん、今タバコ屋さんの前にいるの。メリーさんは電話に出るたび、少しずつ花子ちゃんの家に近づいてきているようでした。そして、
ばあちゃん、キヌおばあちゃん、それは何？これはお蚕様だよ。お蚕様はね、それは大事に大事に育てる。暖かい部屋でお腹いっぱい桑の葉を食べさせてあげるのよ。そうしてきれいな繭を作ったら、茹でて殺して糸を取るの。かわいそうだと思うのかい？たとえ繭を出られても、もう口はないし、飛ぶこともできない。卵を産んで死んでしまう。人がそういう虫にしてしまったのよ。母さんの夢なんて随分見ていなかったのに。すっかり日が暮れたな。とりあえず明かりをつけるか。玄関の方だ。父さんか。父さん。もしもし。ミナト、私だ。なんだ、父さんか。今どこ？何時頃こっちに着く？そのことなんだが、今夜は帰れそうもない。今転院先の病院からかけているんだが、どうにも厄介なことになってきた。先ほどまで警察と話をしていたんだよ。警察？なんで警察なんかと。キヌさんが倒れた原因が病気や事故ではないかもしれないということだ。転院先の医者がキヌさんの首に絞められたような跡を見つけてな。それじゃ、あの人は誰かに襲われたせいで。まだそうと決まったわけじゃない。決まったわけじゃないが、用心するに越したことはないだろう。ミナト、一人で大丈夫か？当たり前だろ。子供じゃあるまいし。そうか。ミナト、気をつけなさい。ああ、おやすみ、父さん。
喉が渇いた。台所で水でも飲もう。今のは何かいた。くそ。明かりを探してどうにか助けを呼ばないと。
うにか助けを呼ばないと。警察110番。頼む頼む、早く出てくれ。はい。もしもし、助け、そんな、どうして開かないんだよ。
何なんだ、あの化け物は。キヌさんも、あいつに襲われて。
これはじいちゃんの標本か。じいちゃんは蝶が好きで、俺を膝に乗せてたくさん蝶の話をしてくれたな。知らなかった。俺の喉の渇きはじいちゃんや母さんからの遺伝だったのか。
この昔話、子供の頃母さんから聞いたことがある。話を聞いた日の夜は怖くて眠れなかった。くそ。ここで行き止まり。ここからかすかに風の流れを感じる。この壁もしかして。やっぱり隠し扉になってるのか。
魔性の者が近寄れば札は光を放ち、魔性の何なんだよこの札は。頭が割れそうだ。キヌさんの家にあった家と同じ写真だ。綾野。一体ここはどこなんだ。宮間屋敷。ここは宮間家の旧宅か。これはじいちゃんが若い頃に書いたものか。
9月21日、母さんの命日だ。あの日、母さんは一人でキヌさんに会いに行ったのか。隙間をこじ開けられないだろうか。
火を起こせばこの塊を溶かせるかもしれない。キヌちゃん、you
大事な鍵？ひどい。これはもしかして、いや、深く考えるのはやめておこう。
これで下の部屋に降りられる。
赤のクワモンは神棚に、青のクワモンは中庭の石灯籠の脇。Thank you.
なくした鍵ってまさかこの中か。どうする。人生最悪の日だな。何かある。
これで手が届くはずだ。これは何だ？くぼみが2つある。
鏡が見当たらないな。母さんが化け物の娘。じゃあ俺も。
この縄は。押し込められた。天井の岩が今にも落ちそうだ。
父さん、大学はもう決めたことだ。今さらとやかく言わないでくれないか。ミナト、お前は一体どうしてしまったんだ。キヌさんの家を継ぐと突然言い出して、彼女のようにずっとその家にこもるつもりなのか。そうだよ。俺はここにいるべきなんだ。ここにいたいんだよ。ダム建設の話も、どうやら立ち消えになりそうだし。頼む。おかしなことを言わんでくれ。帰ってきてくれ。大学のことはもういい。お前と会って話をしたいんだ。父さんにはわからないよ。父さんは人だから。俺のことは忘れて、二度と電話をよこさないでくれ。ミナト、ま、ああ、もうこんな時間か。早く食事の支度をしないと。ごめん、遅くなって。腹減っただろ。夕食を持ってきたよ。温かいうちに食べて。また泣いているの。キヌさんはもう死んでしまったんだよ。大丈夫、何の心配もいらないさ。これからは俺がばあちゃんとずっと一緒にいるんだから。キヌさん、あなたと話をしたかった。あなたを許すことはできないけれど、それでも
話をしたかったよ。綾乃さんのことは誰にも、父さんにすら話してない。あなたに毒を飲まされても死ねなかった綾乃さんは、あなたを縄から下ろして助けようとしたんだ。キヌさんを抱いて玄関先まで運んだんだろう。綾乃さんは最後までキヌさんを呼んでいたよ。俺は綾乃さんを殺してしまった。そう思っていたのに、綾乃さんは消えていたんだ。彼女の亡骸をあのままにできなくて、埋葬しようと戻った時にはもう綾乃さんの姿はどこにもなかった。そこにあったのは、穴の開いた巨大な眉と地面を這う真っ白な無数の蚕だけだった。もしかすると綾乃さんは今もあなたを探しているのかもしれない。ここは時期湖の底に沈む。もうここには来ないよ。さようなら。あれは。たとえこの渇きに生涯苛まれることになっても、俺の中にどんな血が混じっていても、それでも俺は人として生きるよ、綾乃ばあちゃん。